零式輸送機零式輸送機とは太平洋戦争中使用された大日本帝国海軍の主力輸送機であるアメリカの旅客機ダグラス DC-3 を原型とする海軍による記号は L2D 連合軍によるコードネームはタビーダグラス DC-3 の国産火器であることが知られていたため日本海軍の搭乗員からも日本軍機ながら ジャグラス機と呼ばれる場合もあった。従来より97式飛行艇などを輸送任務にも使用し、陸上輸送機についても96式、陸上攻撃機の輸送機型などを開発した日本海軍であるが、日中戦争の戦線拡大や落下3部隊の輸送のため、陸上基地より運用される本格的な輸送機を必要としていた。そこで、 1936年の就航以来、輸送力が大きく、高性能かつが安定な旅客機として、多くの航空会社が採用を決定していた、アメリカのダグラス DC-3 に着目し、1937年2月28日、三井物産を経由して製造権を獲得。当時、主要各社とも、各種軍用機製造で多忙を極めたため、 同年6月に設立されたばかりの三井系、新興企業である昭和飛行機工業に委ねた。昭和飛行機はダグラス社と技術提携するなどして製造を開始したが、新設企業ゆえの技術者と経験の不足に悩み、最初のノックダウン5機のうち初号機は1938年8月に設計図をもとに製作を始め、1939年9月に 完成したものの、ヤードポンド法をメートル法に換算する作業などに、時間がかかり、5機が出揃ったのは1941年5月になってからだった。この5機のうち、第1、3、4号機は大日本航空に旅客機として納入され、2、5号機が海軍に納入されて、D1 号輸送機として使用された。本来の国産機はエンジンをオリジナルのライトサイクロンから、 三菱製の金星43型に換装したものであり、1941年7月に完成、同年7月15日に初飛行を行った。エンジンの他にも、規格のメートル化、部品の材質、規格の日本標準規格化などの細かい回収を施したほか、洋上での長距離飛行に備え、広報を行う偵察員席と通信を担当する。 通信隕石を操縦室の後方に設けている。この方は1941年12月に D2 号輸送機として正式採用されたが、1943年に例、式輸送機11型と解消されている。昭和飛行機の生産力不足を補うため、この方に限り、ダグラス DC-2 国産化の実績があった中島飛行機が生産に加わり、71機を、 生産している。例式輸送機11型の客席を撤去し、胴体の補強や溶光装置の装備などを行い、胴体内に航空機用、エンジン、胴体下にプロペラを搭載できるようにした型を例式貨物輸送機11型という。1942年になると、昭和飛行機での生産も軌道に乗り、同社における独自改良も行われるようになった。 零式輸送機22型は、エンジンを1300馬力の金星51、52、53型に、換装し、機体の補強や燃料タンクの増設、客室内装の簡略化や航空機関指摘の追加などを行った型で、当初は D2 型輸送機改めと呼ばれた。同様の回収を行った、貨物輸送型が零式貨物輸送機22型である。22型は、 操縦席の窓を偵察員席、通信員席まで延長する形で左右拡散個、増設し、視界を改善している点が大きな識別点である。また、選挙区の悪化に伴い、側面及び上面に旋回基準を装備したものを22型コと称する。この方は操縦室上面に見張り用の展望塔があるのが識別点である。 22型のエンジンを 1500HP の金星62型に換装したもの、貨物輸送機型は試作のみ、23型を全木製化したもの、試作のみ、生産機数は資料によって相違がある。中島製の11型については、太平洋戦争日本海軍機、日本航空機時点、日本の名機100戦で71機、日本海軍機全集。 図説国産航空機の系譜で約70機としており、昭和製については、太平洋戦争日本海軍機では430機、日本航空機時点、日本海軍機全集、図説国産航空機の系譜日本の名機100戦では416機となっている。太平洋戦争日本海軍機には、L2D2L、日本航空機時点、日本海軍機全集には、 L2D2-1 とあるが、派生型の記号として、タイの後に数字が来るのは異例であり、ここでは L と表記しておく。ありがとうございます。